はい、こんにちは。パーソナリティのイナメルです。ウェブラボ、ネット集客は自分でできるの時間です。ウェブラボはネット集客20年の専門家パーソナリティと、ネットサーフィン大好きなアシさんと2人が、小さな会社、小さなお店に役立つウェブマーケティングのことをわかりやすく楽しく紹介する番組です。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。今日はね、ちょっとスタジオが はい。ちっちゃいところの、ね、スペースではい。収録してるんですけども。こじんまりと。ね、こじまりね。ここもここで、なんか、いいはい。感じで。なんか収録っぽい部そん屋なで感すじよするよね。ね。そうそうそう。窓はないんですけそう、ど。ないんですよ。はい。今日はね、こちらで収録してますんで。ははい。い。よろしくお願いしまはい、おす。願いします。週末、僕、はい。ちょっとデパート、はい。かみさんとね、ちょこちょこ行くんだけどはも、い、はい。那覇のデパート。まあ、もう今、デパートって1個しかないんだけども。ね、リュウボさんってことで。はい。で、ここで、ちょっと面白いの見つけて、コーヒーのね、はい。全自動の、デロンギとか、ああいったね、エクボスプレタンを押スせボタば。ンを押して、はい、全はい、自動はでい。ね、出るマシンがあるんだけども、うん、うん、うん。で、ここのね、ユーラって聞いたことある？ユーラ、ない。JURA って書くんだけども、JURA って書いてユーラって読むんだけどメーも、カーさんですか？そう。で、僕も知らなくて、まあ、デロンギとかね、ネスレさんとか、ね、よく聞きますね、けど。で、うちも前、ちょっとデロンギは持ってたんだけども、はい。で、そのユーラっていう、まあ、コーヒーのね、全自動マシンはい。の試食会っていうか、試飲会か、はい。やってて、で、僕もね、かみさんと二人飲んだんだけども、めちゃくちゃ美味しくて、あ、これいいかもと思ってね、はいちょっはい。と買いたいリストの中にね、入った。は入った。ね、これがね、結構少しランクは、い。なんていうか、プレミア価格っていうか、少しハああ、イブランドっていうかね、そうなんでそうすいったね。もので、へえ。50万とか、5万円ぐらいが、一番安いのが5万円だったかな。で、だいたい30万前後なんだけども、で、これ見たときに、うちも欲しいなと思ったけども、あ、FM ギノワンもいいんじゃねみたいなね。ね、ああいったね、改装もね、なんか事務所の方が、今回ね、たまたまなんですけど、探してて。お、なるだほどから、こね。のカフェみたいな、ちょっと皆さんがくつろげるスペース、前はあったらしいんですけど、私が来た時ももうなくなってて、カフェスペースが。なるほどね。ちょっとコーヒー飲めたりとか、今ね、自動販売機がありますけど、なんかサブスクで探そうかなとか思ってて、ね、結構ね、いいですよね。で、これ、いいところは、まあ、高くていいだけじゃなくてね、メンテナンスがすごい簡単で、それもね、試飲しながら教えてもらったんだけども、で、僕もね、デロンギ前持ってたけども、手放したんで、あれ、持っちゃったわけ。で、どうしてかっていうと、メンテナンスが結構大変で、自分でやるんですか？掃そう、除自と分でか？掃除とかね、結構こまめにやらないと、詰まっやっぱりち詰ゃっまったり。たりとか、あとね、いろいろね、衛生上良くないんはい、で、手間確暇かかるんで、もう普通に今もう、豆、入れてやる形かに。ああ、で、引いて引い自てね、分自分で。で戻したんだけども、ああ、やっぱり大変だったなと思って、でもこのユーラの方は、もう本当に簡単にできる。もう、めちゃくちゃ楽だった。そうなんですね。やっぱ毎日使いたいものって、メンテナンスがね、そうそうそう、簡簡単単。がいいよね。いいなと思います。で、あとね、アップルストアとか、アディダスとか、ああいった企業系とかね、結構なところでもやっぱり入ってるみたいで、もちろんね、クオリティと感じは、っていうところなんで、あ、FM ギロワンも入ったらいいな、なんてね。いいですよね、コーヒーがゆっくり。山内社長聞いてたら、ぜひ検討してください。ね、多分入れると思うので、コーヒー、ね、ぜひ飲みに来ていただきたいなと思うんでぜすひが。ね、選択肢の中入れてほしいなと思いました。ということで、じゃあ、1曲、本日も流していきましょうか。行きましょうか。で、今日かける曲は、Got to be Real っていうことで、これ下かもな、シェリル・リーンさんってね、おお。っていう方で、この曲ね、もうディスコではもう定番というかね、もう最強のディスコソングなんて言われてるようなもので、まあ、僕の世代はもうほとんどの方が知ってる。みんな知ってるで、それ曲。紹介したいなと思ってます。お、じゃあ今日はそちらを流していきます。これか。トゥルルルン、トゥルルルン。聞いたことある？佐藤さんは。ありますあります。これ必ずね、ディスコ行ったらもうもうディスコ100%ってかかっ感じ、た。そう、ディスコって感じがする。1978年ってリリースしたのが、結構へえ、古いね。1970、そうなんですね。すごいですね、こうやってずっと、なんか若い子も知ってるみたいな。
URA でしたっけ、ジューラじゃなくて何でしたっけ、さっきユーラ、ユーラか、ユーラ、J-U-R-A、 J-U-R、 後でライブ送ろう。いいですね、そんなのやってたんだ、うん、アルコじゃないや、リューボー。でもそんな結構安いのもあったから、ラインナップの中でカタログももらってさ、いろいろ説明もしてもらったんだけど、うん、だからデロンギ買うぐらいだったら、デロンギぐらいっていうか、デロンギもいいハイブランドだけど、あれよりは僕ユーラいいなと思った。いいなぁ、うん、確かにラテもさ、はい、うん、ちょっとミルクも入れて、うん、なんかムースみたいになりますこれ、うん、へー、スイスってスイスのブランド、あ、そうなんですね、うん、アメリカじゃなくて、へー、うん、業務用、うん、ね、メンテナンス楽っていうのはね結局、で佐藤さんなんかもね掃除したりするのか、手間かかったらね、そうそうそう、大変さね、大変ですよね、うん、それで壊れたとかなっても嫌だし、うん、いいですね、お家にあるの。私は毎朝絶対コーヒー飲みたいみたいな、うん、いやー久しぶりに聞いた。でもやっぱりなんかその YouTube のコメント欄があるんですけど、うんうん、やっぱディスコで踊ってた頃の話かしい。いい曲だなやっぱり。ね、いい曲ですね。これまだあるのか。なんか最近パーソナリティの人がディスコに行ってた、沖縄市の。あ、行ってるの？行ってて、うんうん、なんかその交流会が、うん、前来てくださったやつとかあるじゃないですか、うんうんうん、あのギノ FM ギノアのメンバーで、うん、なんかその交流会の飲み会終わった後に、うんうん、ディスコに行くって言ってて、いいね、3人ぐらいでパーソナリティの人が行っててその後動画見たんですけど面白かった見せてるみたいな。リスコって沖縄市にはなんかまだあるみたいな。まだあるんだ。そうそうそう、 あったわ僕らの時代の時、若い時、いいね、うん、うちのカミさん行ったらもうすごいはず、毎週行ってたみたいだから。あ、すごい、そうなんですね、うん、めっちゃ楽しいなあのドリカムの決戦は金曜日って曲あるじゃん、はい、あれはこの曲をベースに作ったんだなんか似てるかも、確かにあれもめっちゃノリノリですよね、うん、そうそう、いい曲そろそろ明るくかな、で、はい、どうぞ。はい、シェルリンの Got to be real でした。うん、もうなんかね、ディスコでもうガンガンかかってたあの時を思い出しました。すごい、やっぱりなんかディスコソングだみたいな。ね。おう、うん、もう絶対かかってたもんね。はい、懐かしいですね、うん、じゃあ、うん。楽しかったです。はい、ではでは、今日のトークテーマいきましょうか。はい。はい、でですね、今日のトークテーマは、お客さんが減る一番の理由ということで、ちょっとマーケティングの話をしようかなと思って。はい、しかも、うん、増えるじゃなくて減る。減る。うん、ちょっとドキッとしますね、うん、はい。減るって聞くとね、うん、ドキッとすると思うんだけど。はい、で、まあこれは、まあ、ハイブランドとか上場企業さん向けと、うんうんうん、僕らみたいな地域密着の、まあ、ローカルビジネス知ってる人たちでは、ちょっとやり方は違うんだけども、はいはいはい、あの共通してるところがあるので、はい、そこをね、ちょっと紹介したいなと思ってるんだけども、はい、うん、もう結論から先に言うと、はい、結論から結論、うん、お客さんがお店に行かなくとなるとか、はい、あと商品買わないってなるのは、うん、一番の理由は、はい、もうめちゃくちゃ簡単で忘れてしまう、あ、うん、選択肢から抜けてしまう、はい、抜けてしまう、うん、でさっきねコーヒーメーカーの話もしたんだけども、はいはい、選択肢に入れてねみたいな話ね、僕が紹介したもの、はい、
言ったんだけども、はい、あれと一緒で、はい、例えば佐藤さんが、まあ、髪を、まあ、美容院とか、ね、はい、行くときに、うんうんうん、もう行くところ大体決まってると思うけども、はい、選択肢ってやっぱりあるでしょ。そうですね。一つにしてるの、それともいくつか、二つ三つを交互にやってる。でも最近は、うん、二つぐらいで迷ったりとか、うんうんうん、まあ、自分がやりたいのに合わせていくとか、うんうん、なるほどね。メニューに合わせていく、うん。やっぱりね、そういったね選択肢があって、はい、まあ僕もね、二つあってそこを使い分けてるっていうかね、はいはいはい、言ってるんだけども、はい、まああとはね、よく言われるのが風邪ひいた時とか、はい、行く病院、病院、うん、なんかもね、もう行きつけがあれば、はい、とかね、あそことあそことかね、うん、やるんで、それもね選択肢なので、うん。で僕らマーケティングとかね、企業さんとかお店の、はい、まあ、集客とかセールスをねサポートしてるんだけども、はい、お客さん減ったなーってなった時は、うん、ほとんどが結局なんていうかな、こちらの情報発信とかね、はい、そういったのが不足して、お客さんからお客さんに対して情報が届いてないので、はい、選択肢の中からどんどん忘れされてこぼれ落ちて、うん、他のところに流れてる。うん、今ってね、新しいお店もいっぱい出るし、うん、新しい情報とかすんごい入るじゃないですか、うんうん、あ、これいいなとか、ね、ね、うん、買ってね、うん、見えるから、うん、で飲食なんかね、はい、佐藤さんなんかも、まあ、飲食のところね、関わってはいるので、はい、うんうんうん、飲食店行くときも、例えば、誕生日とか、うん、記念日に行くお店とか、はい、あと普段週末行くお店とか、うんうん、あとジャンルで中華とか、まあ、パスタとか、はい、いろんなジャンルでね、何か決めていくと思うんだけども、はい、その年にこの選択肢にあるかないか、うん、あ、そのお店が、そのお店があ、うん、っていうのが結局ね、はい、再来店とかね、また ねリピーターになるとか、うんうんうん、初めて行ったりとかも含めてなんだけども、うん、そこに入り込めるか、残れるかっていうのが勝負になってくるので、うん、だから僕のマーケティングはそのお客さんの、はい、なんていうのかな、選択肢の頭の中にどう残れるかっていうのをもう一生懸命考えて情報を発信したりとか、うん、リストを取ったりとか、はい、広告を打ったりとか実はしてるんで、うん、なんか忘れられちゃうって結構ね、うん、あるかも、ね、もしかしたら私も気づかぬ間に、うんうん、ね、商売でもそうだし、ね、あと友達とかね、よく遊びに行く友達とか、はい、今までね、以前よく遊んでた友達も、はい、ね、最近遊んでる友達とか、うんうんうん、ね、いろんなライフスタイル変わってっても遊ぶ、はい、ね、友達も変わってきたりするじゃない。そうですよね、ビジネスでも、ね、それとお店は一緒か、うん、それとも一緒、結局確かに確かに、何か行動するとき、はい、うん、確かに、うん、なんか誕生日とか行くお店も一時期、うんうん、1年に1回ここ行こうみたいな決めてたことがあって、ご褒美じゃないけど、あ、なるほどね、なるほどね、そこに上がってくるお店ってことですよね、うんうん、残ってるってことは、うんうん、そういったね、まあちょっとね、横文字使うと、よく広告代理店とかは、はい、こう、マインドシェアを確保しようとかね、この考え、お客様の選択肢の中に入るっていうのを、はい、マインドシェアを、こうね、シェアを取るとかね、はいはい、そういった言い方したりとか、はい、あと、まあ、ブランドリフトとかって聞いたことある、うん、なんか、ブランドリフトって。ブランドリフト。うん。うん、これ多分業界用語なんで、あんま聞いてないかもしれないんだけども、はい、これも広告代理店とかね、そういった宣伝関係やってる方なんかは言うんだけども、はい、うん、まあ、ブランドはね、まあ、そのブランド商品とか、ね、お店とかもあるんで、はいはい、リフトったら持ち上がるっていうのは上がるみたいなんで、へ、うん、そのブランド自体の、まあ、認知とか好感度を上げるみたいなね、はい、あ、なるほど、うんうん、商品を買うとはちょっとまた違うんだけども、うんうんうん、候補に上げるみたいな上げる、うん、ということ でさっき冒頭言った、まあ、上場企業とか、はい、まあ、ハイブランドとかと僕らね、うん、地域ローカルのビジネスしてる人たちってやり方が違うよっていうことなんだけども、はい、うんうん、このね、お客さんが忘れられないためにっていうところで、はい、やっぱり上場企業とか大手さんは、なんていうかな、さっき言ったブランドリフトみたいな形で、うん、テレビ CM とか、はい、あと、まあ、最近はね、YouTube とかインスタとかに広告どんどん入ってくるじゃない。はい、あの時に、買ってくださいとかお店来てくださいじゃなくて、うんうん、印象に残るとか、はい、好感度に残る面白いこととか、はい、あと、タレントさん使ったりとかして、うんうんうん、このブランドがなんかいいねとかね。うん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 、っていう感じで忘れされないために、はい、そういったところを使っていい印象を与えて忘れないようにするみたいなね、広告のプロモーションをしてるわけ。なるほど、うん、お金もかかるしね、確かに、うん、もう何度も何度もやっていくじゃない、うんうんうん、いろんなタレント使って、そうですよね、もう数十億円とかね、もう数百億円とかね、年間かけて、ね、うんうん、やってったりとかしてるブランドもあるんだけども、でもそれくらいその忘れられないために、 その企業さんたちはお金を費やしてるわけです、うん、そう、大きいところね、うんうん、ハイブランドとか上場企業なんか、はい、うん、でどんどんやって消費者の頭に、うん、あ、
石鹸だったら顔のなんとかとかね、うん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 、シャンプーだったら何々とか、うん、化粧品だったらとか、もう勝手にインプットされててみたいな、そう、うん、で売り場に行ったら、あ、うん、あの、あ、よく聞いてるブランドだからって手に取って買ったりとか、ね、そうそう、 CM 見たから買ってみようとかも ね、ありますよね、うん、で自分の好きなタレントさんとかね、うんうんうん、がなんか使ってるって聞いたからとか ね、あるあるある、うんうん、イメージキャラクターになってるからなんかいい感じみたいな、はい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 、はい、うん、っていうのはやっぱりね、やっぱ大手とかね、ハイブランドがやる広告宣伝のやり方で、あれも結構忘れされないためのですよね、うんうん、確かに。で、じゃあということで、僕ら中小企業とかね、例えば F 麦のワンさんが、はいはい、もうね、忘れないためにテレビ CM ガンガン使ったりとか、うん、打てないな、大変じゃない、もうね、もうテレビ各局にね、帯取って、ね、大変大変、うん、もうすごい金がね、どんどん消えてくんで。消えてきます。うん、で、それでね、費用対効果取れるかっていうとね、うん、それもまた分かんないじゃない。うんうんうん、っていうので、僕らの、中小企業の方は何をするかっていうところをね、今日ちょっと深掘りして話しようかなと思って。はい、できることがあるんですね。そう、できることがある。なるほど。で、マインドシェアを取るために。あ、よかった、うん、ね。テレビ広告とかで、ね、打てないから。そう。そうなんだよね。うん、で、じゃあどうするかっていうと、はい、すごい簡単で、で、お客さんとの、あの、何か接点を持ちながら、うんうんうん、何度もこう、お客さんとつながる仕組みを作ればいいので、うん、で、普段ね、佐藤さんから見てる、使ってるものをうまく使えば全然いいので、はい、で、これもね、オフラインとオンラインで僕ら使う、で、はい、使い分けてやるんだけども、うん、例えば、オフラインの方だと、紙媒体系だと、まあ、近くの近隣500メートルとかね、飲食店よくやるんだけども、はい、そこはね、やっぱり折り込みチラシとか。入ってますね。ね、ポスティングしたりとか。はい。うん。で、あと、まあ、常連さんには、はがき出したりとか、うんうん、お誕生日なんちゃらとかね。ね、うん、その名前当てに来ますよね、うん、個人名に。そう。ね、来るじゃない。はい。うん、で、まあ、デパートとか、まあ、そういったね、アパレル系だったら、うんうんうん、今、セールしてますとかね、はがきが来たりとかね、お誕生日もたまにやったりする。はい、そういった形で紙媒体で使って定期的に送って、はい、あ、来てるなっていうことで思い出して、あ、そろそろ行っちゃおうかなとかね、確かに、うん、郵便物ってね、やっぱチェックするじゃないですか、うん、必ず、うんうん、何来てるの、うんうんうん、目に入りますからね、そう、目に留まって、うん、で、あとね、手に触れるっていうのがね、すごい実は五感に、はい、感情にこう入ってくるのは、実はね、こうデジタルの媒体よりもアナログの方が強いって言われてて、いいところですね、うん、そう、いいところ、うんうん、で、手に取って目に、目で見る。で、まあ、香りはしないけども、はい、まあ、中にはね、昔、なんかね、そういったハガキに少し香りを入れて、へー、うん、そんなのもあるんですか、うん、で、五感に入れるみたいなね。はいはいはい、うん、だけど、まあ、そこまでやるとか、今はもうほとんどないんだけども、うんうんうん、まあ、視覚とかね、はい、そういった触るとかね、うんうん、そういったところで、印象に残って、あ、来てるな、みたいな、はい、うん、っていうところで忘れられないようなことをするし、へー、うん、あと、まあ、確かに、うん、で、佐藤さんなんか来てる？はがきとか。来てます、来てます。お店からとか。そうそうそう、うん、まあ、なんか、デリバリーとかもよく来るし、うん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 、あとは、買って、うんうん、多分、カード作るかな、うん、ポイントカード作る、ポイントカード住所とか、うんうんうん、やると商品のカタログとか、うんうんうん、結構来ますね。あ、やっぱり、うんうんうん、だから忘れた頃に、うん、あ、そういえばみたいな、うんうんうん、それね、やっぱりカタログで、まあ、有名なところは、カタログ通販で、はいはい、まあ、僕は通販生活っていうのを取ってるんだけども、はい、年4回から、多分あれ期間も来るから多分5、6回ぐらい、定期で来るんですか？定期で本が来る、カタログが届いて、こういったの夏号とか春号とかね、はい、うん、そういった形で来て、うんうん、そこから選んで商品を買ってったりするんで、あれもまあ結構忘れられないために、そうですね、まあ一旦買った人しか多分届かないと思うんだけども、はい、うんうん、あ、そうそうそう、カタログもその、うん、ね、インテリアのやつも来てます、うんうん、あれ見るのが楽しいですよね、うん、そうだよね、見ててね、うん、なのでやっぱりね、そういった紙媒体使うっていうのもあるし、はい、もう一方デジタルの行くと、うん、まあオンライン行くと、うん、まあこのあたりはね、もうこの、今までずっと行ったので、はい、まあインスタとかね、うん、まあフェイスブックもそうだし、はい、うん、で、まああと LINE とか、うん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 、で、まあ昔からあるメルマガ使ったりとか、はい、うん、っていうので、まあデジタルツールはもうたくさん選択肢はあるので、うん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 、でそこをうまく使って、ね、定期的にお客さんに届けて、うんうんうん、まあ、僕から LINE とかね、メルマガよく使う方なんだけども、リストを取ってね、はい、お客さんの。登録してもらって、うんうん、クーポンあげるから登録してねってやって、うん、で、毎週送って、定期的に。うん、まあ、開封しなくても、件名だけ見て、はい、うん、丸々。そっか、名前でも。名前だけ。だけ見るだけでも、うん、これも、要は忘れてもらわないためにやる活動なんで。なるほど。うんうん、もう、件名だけ見て、開かなくても、はい、それで OK、はい。一瞬入るじゃない。はいはいはい。すっ飛ばしても。うんうん、
それだけでも効果的には OK なので、うん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 、出なかったらもう忘れてしまうので、いや本当に、うんね、だって自分から検索しないといけないじゃないですか、うんうん、そうやって来ないと、うんうんうん、自分でここのお店行きたいなとか、うんうん、そうしない限り、うん、もしかして忘れちゃったらもうね、思い出すことないかもしれない、うんうんうん、だからこっちから定期的に出していくと、うんうん、まあ、しつこいなって思って見たりするかもしれないけども、はい、うん、まあ、内容次第なので、うんうんうん、それをやっていくだけでも全然効果として、あ、何々食べたいのであっち行こうかなみたいな、ね、っていうのがもうマインドシェアに入ってると。そうですよね、選択肢、うんうんうん、そのタイミングが合わなかったとしても、その違うタイミングで、うんうん、ね、フィットするかもしれないし、ね、今じゃなくてもね、だから大切、うん、忘れられないようにする、はい、まあ、逆に言うと忘れてしまうから、うん、そのお店に行かなくなる、うん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 、その商品買わなくなるってなるので、うん、もういかに忘れられないようにやるのかが、うん、もうマーケティングのもう大前提というか、もう使命というかね、確かに、うん、まあ、選ぶのはお客さんですけど、このお店だったらここっていう、うんうん、その選択肢にまず入らないといけないっていうのが一、うん、まあ、第一難関というか、そう、一番大事だし、うん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 、だから、うん、そこをね、僕ら一生懸命考えて、まるまるといえばまるまるみたいな形でいろいろやってる。意外となんか商品売れないとかお客さん来ないって言った時に、うんうんうん、そうやって考える方ってあまりいなさそうですよね、うん、なんか商品が悪いのかなとか、うんうん、接客が悪かったのかなって考えちゃいそうですけど、中見ちゃうけど、そうそうそう、意外と外発信が、うん、やってないところが多い、ね、うん、でそういったアドバイスなんかするんだけど、はい、お客さんの立場になったら分かるよねみたいな話をまたねするんだけど、ね、作り手よりも、あっちがいろんな情報をね、もう選択肢たくさんある中で、うん、ですよね、うんうんうん、もうお店なんていっぱい目に入ってくるし、行ったところなんていちいち覚えてたり覚えてなかったりもするので、ね、するから、うん、そこがねすごい大事ですよって言いながら、あ、うん、な、面倒かもしれないけども、うん、面白いこともいいけど、うん、1ヶ月に1回、うん、コツコツなんかコツコツの方が勝ちますよみたいなね、確かに、うん、そうですよね、うんうん、大切だ、はい、なので地道に連絡取って、まあ、これはね、まあ、いろんな人間付き合いでも一緒なんだけどね、こまめに連絡取ってる人は、やっぱりね、つながってるし。そうですね、確かに、うんうん。そこすごい大事です、マーケティングでも。もう、なんか一番、初手というか、うん、一回していただいた方に忘れられないようにするという、大切だ、うんうん。はい。そこね、ぜひ、このラジオを聴いてる小さな会社、小さなお店の方がね、はい、うまく活用してもらったら嬉しいなと思って。うん、紹介しました、はい。はい、ありがとうございます。そろそろね、はい、お時間も迫ってまいりました。はい、参りました。はい、はい、じゃあ今日のお相手はオービックの稲見と FM 技能は佐藤真奈でした。はい、ではまた来週。はい、また来週。はい、佐藤さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。今週来週忙しい。